アレクサンダー・ルイス・ゴンザレスは、ベネズエラ・アラグア州カグア出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。愛称は、マーリンズ時代につけられた C ベース。1994年4月18日に、フロリダ・マーリンズと契約。1998年8月25日のセントルイス・カージナルス戦で、メジャーデビュー。2005年10月27日に FA となった。 ボストンレッドソックス時代2006年2月6日にハンディー・ラミレスらとのトレードでジョシュベケットらと共にボストンレッドソックスに移籍111試合の出場でわずかなな失策と堅実な守備を披露レッドソックスの遊撃手としては史上最高の守備率を記録した10月30日に FA となった新ティレッツ時代2006年11月20日に3年契約で 新シシナキレッツへ入団、2年ぶりにナリーグに復帰した。2007年は家族問題で3回チームを離れたため、110試合の出場に終わる。しかし、本拠地が狭いこともあり、3年ぶりの2桁本塁打、16本塁打をマーク。2008年は膝の手術のため全球した。2009年8月14日にクリス・ネグロンとの交換トレードでレッドソックスに復帰した。 11月9日に FA となった。2009年11月26日、トロントブルージェイズと1年275万ドルで契約。2010年は前半戦だけで17本類が50打点と活躍した。アトランタブレーブス時代2010年7月14日にユネル・エスコバー、ジョジョレーエスとのトレードでマイナー2選手と共にアトランタブレーブスに移籍した。 2011年10月30日に FA となった。2011年12月9日にミルウォーキーブルワーズと契約。2012年10月29日に FA となった。2013年2月6日にブルワーズと再契約。6月3日に放出された。2014年1月31日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだが、3月24日に スティーブ・ロンバード・ジージュニアとのトレードでデトロイト・タイガースへ移籍した。3月25日にタイガースとメジャー契約を結んだ。開幕後は9試合に出場したが、4月20日に放出された。オフは母国ベネズエラのウィンターリーグでプレー。2015年は所属球団なく、オフにベネズエラのウィンターリーグでプレー。ありがとうございます。